はいどうも、今回はこちら、長らくここに置いてありました、不死身の3人のグループ A のね、バサースと1000キロ仕様をですね、これをやっていこうかなというふうに思います。不死身の3人のグループ A はね、足回りがね、やっていきましょう。いろいろとやろうと思っていることがたくさんありますので、順番にやっていこうと思います。まずは足回りの加工ですね。この不死身の3人のグループ A なんですけども、このね、まあ、でっかいブレーキをくっつけるという工程があるんですけども、これをつけるがために、ここ E-33 っていう部品ね、ハブみたいな部品がつくんですけど、こういうのがつくんですよ。で、これがあることによって、思いっきりタイヤがはみ出ます。だいたい3ミリぐらいかな。なので、これからね、それをどうしていくかっていう加工をしていこうと思います。で、まあ、下回り塗り分けはしないんですけども、いろいろやらないと、そのね、フェンダーの中に収まらないんですよね。なので、これからそれをやっていきます。もう少ししたら、新機構シャーシ、要はイージーアライメントシステムバージョンの、32が出るっていうアナウンスが出てますけど、そっちの方ではこれは必要ないと思います。まず、まあ、説明書には書いてないね。この GTR のブレーキキャリパーとしては、とても悲しい仕上がりの、この片押しキャリパーのね、これをね、切り落とします。というか、これがあると、どっちにしろそのまま作り合うと思っても、ブレーキつかないですね。まずこれ切り落とします。で次に、このハブです。このハブなんですけど、厚みがね、厚すぎるんで、これを切ります。ただ、まあ、ポリキャップを先に入れましょうか。ポリキャップを入れて、押し込んで、もうポリキャップの字でね、こんだけね、厚みがちゃうやんっていう話もあるんですけど、これを、まあ、やることは、あれなんですけど、だいたい半分ぐらいまでいっちゃってもいいと思います。カメラを挟んだ位置だとやりづらい。自分の視界がそのまま、映像の、その撮影媒体として残るようになる時代は来ないかな。まあいずれは来るだろうけど、っていうのも何ピントがやっぱり合わなかったりだとか、そういうこともしたりとかするので、
イージーアライメントの方だったら、でもね、イージーアライメントの方もね、なんかね、これをね、似たような感じでかませる感じっぽいんですよね。ってことは、やっぱりはみ出るのかな。まだ完成見本みたいなのが、どうなんだろう。まだ上がってなかったような気がするんだけどな。ちょっと待って、ブレーキキャリパーと、ハブが137番で何色？タイヤブラック？まあ、この、要は、これ説明書だと、艶消し黒の部分とセミグロスブラックの部分を、こう分けるようにするために、そういう風になってるのはわかるんだけど、要は水性ホビーカラーだとね、セミグロスブラックがないので、それを分けるために、艶消し黒と、黒と、艶ありの黒と、タイヤブラックでね、分けるような感じになってますが、この辺はもうジャーマングレーでいきます。この加工するときにね、ここにね、ハブボルトみたいなのが出てるんですけど、これ折っちゃうとホイールの取り付けができなくなるんで注意も必要ですね。こうやってスライスしました。で、次に、ブレーキの部品なんですけど、このキットの元々のね、ブレーキのローターの部分のね、段子に合わせるようになって、段に合わせるようになって、こういう風にね、合わせられるようになってるんですけど、なってないじゃん。なってないじゃん。これはもう切っちゃいます。とにかく厚みを出さないようにして、なるべくこのね、段差を埋めつつ、かつこうやってね、ハブをしっかりはめることができるようにします。で、こういう風にしてあげて、ようやく、まあちょっと内側ぐらいになるかな、っていう風に思います。という加工を4本ともします。今回は、長谷川の3人のね、グループへ、まあ、さんざっぱら作ってますんで、その辺の部品をね、流用していきたいと思います。まず、ワイパーはワンアームっぽいので、このワンアームを使います。タイさんの GTR で使ってるやつですね。これを使います。長谷川の3人が、結構余剰部品がね、まあ、これ、いろんなものがね、共用になってるので、その結果ね、こういう風に、使える部品があったらもう使っていこうっていう感じですね。で、やっぱその実車のね、これググっても出てくるのって赤い方ばっかり、赤い方がほとんど。マサースト1000キロのこの、あれ、ツーイズに出てたやつが、このね、トリコロールカラーのやつもあったんですけど、とりあえずね、YouTube にね、動画が上がってるのは見つけました。なので、それを見ても、やっぱ判別しきれないところが多いっていうのはありますけど、まあ、なんかイグニッションモデルで出てたみたいですね。そのググったら出てきたやつの中にあったんですけど、なのでその辺のものを使おうと思います。で、シフトレバーをこれに変えます。なんだっけ、これ90年だっけのやつなんだけど、その時の、その、当時の映像がね、まあ、あったにはあったんですけど、室内の方がわからなかったんですが、この90、この次の年のやつだと、この感じのね、シフトレバーに一瞬見えたので、これに変えます。で、あと、これね、リアのね、部分なんですけど、これまあ、ナンバープレートのね、これ切って付けろっていう風になってるんですけど、ボディ同色っぽいんですよね。なので、もうクリアパーツもこの時点で付けちゃおうかな。バックランプがね、潰されてるような感じになってるんですよね。で、かつ、ナンバープレートのナンバーポケットのところが、埋まってるような感じになってるんですが、そこまではしません、今回は。今回はそこまではしないけど、長谷川で出るのかな？ 70 スープラでバサスト1000キロの
やつ出たでしょう。だから出すのかな。確かジャガーの XJS あれでも出てたと思うんですけど、ぶっちゃけあんまり日本人に馴染みはないっすよね、正直なところ。だからどうなのかなって思うんだけどな。ここをもうつけちゃって、もうボディ一体化できるところはね、どんどん一体化してやっていきます。ただまたニスモのフードトップモールは接着しましたけども、こうやって接着したんですけども、チビスポと、あとまあこのサイドニスモステップもつけました。でチビスポもはもう別で作っていこうと思います。これでプレートの部品くっつけたとしてどう、段差埋まんないよね。むしろこうしちゃった方がいいのか。よいしょ。まあ、9個を開けるところはもう説明書に書いてあるんでやりません。動画ではやらないですけど、開けます。というか、今回すごい久しぶりに不死身の3人を組むんですけど、なんか、意味のわからないバリというか、意味のわからないって言い方はあれだけど、なんか、その、バリ以外にも伸びてるところとかがあったりするんですよね。例えばもう切り落としちゃったんであれなんですけど、ロールバーとの遮光バーの部分ですね。と、後ろのね、サスペンション、リアの足の、上側のアッパーマウント側の付け根の部分、そこの部分にね、なんかね、1ミリぐらい、1ミリもないかな。の、なんかね、横に飛び出る、ピュってね、なんか出てるやつがね、増えててね。なんか意図的に作ったのかな、ちょっと何とも言えないところはあるんですけど、これでやると、こういう感じで埋めましょうか。こういう感じでね。まあ、ちょっと違うけど、これでいきます。シフトレバーを長谷川のやつにするので、シフトパネルのとこ、ここ切り落とします。もうめっちゃやらなあかんことあるね。めっちゃやるよ。いろいろと。まあ、こうやって、ちま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 と、よりそれっぽくするためにね。大きな加工はしません。大きな加工はしないんだけど、じゃあそこまでやるならディティラップパーツ使ったら、いやそれはしない、それはしない。でここの部分を切り落として、あのね、あくまでもね、不死身の3人であることはこう残したいんで、もうやるんだったら、それだったらもう長谷川の3人をベースにこのデカールを持ってった方がよりそれっぽくなるでしょう。それじゃちょっとね、意味がないっていうか、面白みがないというか、そういう風に思うので、できる限り不死身感を、不死身の3人をベースにしてますって感をね、大事にしたいんですよ。変なこだわり。この辺はまあパネルは隠れちゃうから、このモールドもね、ありますけども。で、さっき話したの忘れてたんですけど、説明書だとインパネにここにデカールを貼る指示になってますけど、実写にはありませんでした。この次の年の、バサーストの GTR にはありましたけど、この年の仕様にはありませんでしたんで、貼りません。よいしょ。まあ、ザザッとこんな感じにしておきます。で次になんですけど、フロントの牽引フックなんですけども、バンパーのね、この辺に飛び出してるんですよね。飛び出してるっていうか、なんか、埋め込んであるような感じなんですよね。なので、よいしょ。ちょっとバリがあった。なので、で、前後の牽引フックの部品はあります。前後の牽引フックの部品はあるので、1.2mm のピンバイス。この
ビタローニみたいなミラーって長谷川の037ラリーとかにあったような気がするけど、この辺ですね。この辺だよね。ちょっと待ってね、もう一回よく見る。あ、この写真を見る。うわー、ちょうど影になってて見づらい。エスモダクトの横ら辺でしょ。だからこの辺でいいと思うんだよね。できる限り富士見の三人であることを誇りに思うって言ったらあれだけど、あくまでも富士見のキットとして組み立てたい。長谷川のパーツをいっぱい使うけど、ああ、ちょっと斜めってるね。斜めってるね。あー、不器用な人がこんなこと始めるから。 1.2 ミリだとちょっとでかすぎたかな。穴が大きすぎたかな。でも厚塗りしてったらそんなにならないんじゃない。このケインフックのもの自体があれではあるけど、でかすぎる説もあるけど、できる限りまあ不死身のものを使うっていうことは考えてます。熱くなっちゃっても仕方ないよね。うん、あ、今度はでかすぎたかな。でもまあこうやってケインフックがねちゃんと通るようになってれば OK。 不死身の3人って昔からなんですけど、こういう風にね、まあ窓枠のマスキングシートとして印刷されてます。で、説明書だとこれをまあ裏側にね、マスキング両面テープを貼って切ってっていう風にやってますが、まあコスト的な問題もあるのかもしれないですけど、はい、コピーしました。もうそういう時代じゃないよねっていうことを思っちゃうんですよね。今はそのね、まあ昔はそのコピー機とかっていうのも、まあ普及してるんだったらいいのか。普及してるんだったら、まあコピーしてやってよっていうことなのかもしれないけど、他社がね、これだけね、いろいろとね、やってるわけですから、追加してほしいなっていう気持ちはありますよ、やっぱり。まあそんなこと言ったらタミヤのキットはどうするんだって話かもしれないですけど、富士見って基本的にまあデカール、まあ今回のやつはねあれだけど、デカールの更新とかもないじゃないですか。だから、まあそういう風だからねっていうふうに思ってるんですけど、まあそういうね、まあとこを見ると、もうちょっとなんかこう、手こ入れ的なことをしてほしいなーってことを正直思っちゃいますね。好きなんですよ。富士見のキット好きだし、まあ今までもこれからも富士見のキット、最近あんま組んでないですけど、本当はね、もっと組みたいんですよ。ただ、そうすると、正直ねっていう、ちょっといろいろあって、なかなか組めてないんですけど、それをなんとかするのがお前の、腕の見せ所なんちゃうんけ。うん、そうなんですけど、青島のマスキングテープをね、コピーするときみたいな、コピーっていうか複製するときみたいな感じでやっていきます。まあ、両面テープ使った方がね、もちろん、まあ、綺麗にはできると思うんですが、ちょっと今回はリアウィンドウ用をやりましょうか。ああ、1枚でいけるか。1枚でいけるんだったら、ああ、もったいない。できる限りね、マスキングテープの境目は作りたくないので、これだとあれか、ちょっとギリギリを切るよりも余裕を持って切った方がいいのでね、ここの線に合わせて切ります。やばいか、ずれるか。はい、できる限り1枚で切った方が綺麗に切れると思います。で、これをちょっと待って、ここの段差が、これが気になる。よいしょよいしょよいしょ。貼りづらいの、貼りづらいの。
本当は左右分割して別々に貼ってった方が綺麗にできるとは思います。とまあこんな感じでね、写してコピーっていうかまあ貼ってまたね塗装していくような、そんな感じになりますね。ここのね内張りの部分をマスキングしていきたいと思います。よいしょ。富士見のに限らず、この頃のキットというか、まあ、タミヤもそうですし、青島もそうですけども、正直ね、3人に関しては、あまり再現度はっていう感じですね。青島のね、ノーマルはそこそこ再現度はあるんですけど、グループ A はね、なんかね、いたっぺらい感じになるんですよね。多分、ロールバーのことがあるからじゃないかなーっていうふうに思うんですけど、富士見のやつは、市販車もね、同じような感じです。よいしょ。よいしょ。富士見の、GTST 再生産しないんですかね？あれー、なんで富士見が再生産してくれないのか。あれね、タイプ M じゃないんですよね。ちゃんと GTST になってるんですよね。あれ、片押しキャリパーになってるんですけど、よいしょ。まあ、あれは、どういう流れで GTST にしたのかわかんないですけど、だから富士見のタイプ M っていう言い方は本当はあれ間違いなんですよね。富士見はあくまで GTST であって、タイプ M じゃないんですよね。あんまり売れてなかった印象もないんだけどなぁ。ただ、あれは、ヘッドライトのインナーが、角目のインナーしてるのに、レンズが、何？普通のプロ目のね、レンズ。まあ、まあね。よいしょ。角目再現は、青島の、死神 GTR が出る前、は、あれだけだったんですよね。で、まあ、長谷川のやつも、革命が出たので、まあ、唯一って感じじゃなくなりましたけど、タミヤのやつはね、もうプロ目しかないので、タミヤの3人の GTR ね。まあ、新式車種になったけど、あれが、タイプ M とは、まあ別で、GTR とタイプ M で別で起こすってことはしてくれないんだろうな。GTR の新規シャーシっていう感じで作られちゃってるんで、イージーアライメントのね、あのシャーシね。なので、ちょっと、まあ、追加は厳しいかな。ただ Z31 がね、ちゃんと Z31 のシャーシになってるんですよね。まあ、あれは、とはいえ、一体成形、ここまで一体成形にしちゃったのみたいな感じではあるんですけど、塗り分けするとしたら、結構大変だと思いますけど、よいしょ。ただ今回、久しぶりに富士見の3人をやることになって、思ったのが、時の流れね。時の流れがね、感じちゃってね。そうだよね。そんだけ長いこと作られてるキットだからね、とは思うんですけど。富士見の3人自体が作るのがもう何年ぶり？多分5、6年ってことはないか。だけど、前回組んだ時はカルソニックのね、古いロットのやつだったので、まあ、あれは除いて、例えばその現行ロットを組んだっていうので、組むっていうのであれば、最後に組んだのが何年前のかは覚えてないですけど、峠シリーズ、まあそれもまあ売れていかなかったから作ったやつなんですけど、それきりなので、ってことは、この何年かの間に、でも前回、ここまでね、金型がね、劣化してる感じじゃなかったから、ここ何年かで一気に進んだのかしら。ってことも思いますが。よいしょ。はい。こんな感じにしてね、またグレーサフ拭いて、白拭いて、みたいな感じでやっていきたいと思います。
今回ちょこっとね、この不死身のやつに長谷川のシフトレバーを入れたりしました。で、このスパルコのシートの色なんですけど、キャラクターブルーが微妙に残ってて、で、下の方に沈殿してたんですよ。それかき混ぜて薄めたら、なんかすごくスパルコのシートの色っぽい感じになったので、それを使いました。また再現できない色味を作ってしまった。で、今回足回りなんですけど、こうやってね、加工しましたよね。で、キットの方に、あれ、金属シャフトは入ってるんですけど、金属シャフトつけると、金属シャフトの方が長すぎてうまくつきません。で、切ってもいいんですけど、今回はちょっと違う形を取りたいと思います。余剰部品。これ29番。余剰部品でね、使わない部品だったはず。あれ違ったっけ？うん、確か使わない部品だったはず。で、これをですね、この裏から入れます。ちょっと長いかな。まずちょっと入れてみて、突き出し量を見てみましょう。入んない？入んないことないよね。バリが出てくるから。まあ自分は、もう足回りね。あー、ちょっと長いなー。気持ち切るか。切ると、届かないくなっちゃったりすると困るんですけど、で、この状態で、こっち押さえながら、届くかな。切らない方が良かったか、これ。あ、届きますね。大丈夫ですね。っていう風に刺してあげます。で、ここ、まあ、今ちょっと切っただけなんで、あれなんですけど、ここね、ニスモステップと干渉しますね。干渉したかな前回。覚えがてないんですけど、ちょっと切ってます。で、ボディは現状こんな感じですね。で、これも長谷川のワイパーを使いました。まあ、まだ色々つけなきゃいけないものあるんですけど、当てがってあげて、ホイールをつけてあげると、ちょっと内側入りすぎたかな。まあこんな感じでね。もうちょっと外出してもいいかな。でも外出しすぎるとね、今度はね、あんまりね、かっこよくないんだよな。気持ちなんだよな。ちょっと待って、刺さってないね、これ。シャフト入れることにしました。何やっとん？これ多分ワッシャー入んないよね。ここに入れたくても。不死身のね、足はね、あ、入った。ワッシャー入ったらワッシャー入れよう。ワッシャーかまして調整しましょう。ワッシャー多分2枚でいいとこ来るんじゃない？で、シャフトは長すぎるんで、長すぎることないか。長すぎることなさそうですね。なんやねん。なんやねん。フロントはね、まあ、まだバンパーついてないですけど、ワッシャーも入るし、これぐらいいいんじゃない？ちょうど。あんまりパツパツの面にはしたくないけど、程よくちょっと入ってるぐらいの、気持ち入ってるぐらいの、面打ちとまでは言わないけど、な感じにして組むっていう風にしましょうね。何言ってることめちゃくちゃじゃないあなた。うん、いつものことだよ。行き当たりばったりです、こういうのは。で、フロントもね、同様にして、まあ、ブレーキをつけて、反対側は26番ね。多分長さ合いますな。おい。ってことは、元の状態でもちょうどいいぐらいの長さなのかな。だって、よいしょ。あれですよ。ここスライスしてるだけで。ああ、遊ぶのはやっぱ長いな。やっぱり長いのか。じゃあ、気持ち切ってあげないといけないですね。2、3ミリ短いようにしなきゃいけないんだから、2、3ミリは難しいな。長さいいやつあるかな。全部長いね。短すぎるね。じゃあ切るか。
ちょっと遊ぶ程度だからな、あんまり切りすぎたくないんだよ。あれね、飛び出してる分にはね、もう切り落とすしかないですけど、混んでる分はね、こういうので微調整してあげた方が、いいとこの面には来ると思うんで、よいしょ。という言い訳。3枚だと紙が甘いな、これ多分。これでやってあげれば、こっちもいいとこキーの、反対側も、反対側を足はかませましょうか。切らなくてもよかったかもしれない。まあそんな感じでね、現物合わせでトレッド調整しながらやっていきます。はい、富士見の BNR さんにスカイライン GTR グループ A 完成でーす。久しぶりの富士見の3に、まあ最新ロット、月日の流れをひしひしと感じましたね。キットそのものの、その金型のその、なんつったらいいの、劣化とかもやっぱりだいぶ進んじゃってるなーっていうのも思いますし、で、あとやっぱその、長谷川の3人が出ちゃったことによって、っていうのもあるし、まあ他にもいろいろ思うところはありますけど、だからその辺もいろいろひっくるめて月日の流れを感じた。っていうところはありますね。まあリアのナンバーのところをね、ちょっと触ってみたりだとかしました。こっちから見る角度だとその辺ぐらいかな。で、トレッド調整したりだとか、またまあ長谷川の部品とかをね追加したりだとか、パッと見て実写の画像を見て、うん、ここはこういう風にしたらそれっぽくなるかなとかってことをいろいろやってみたりはしました。でもね、富士見の3人ってね、自分くらいの世代の人だと多分結構組んだことある人多いと思うんですよ、なんだかんだ言うて。で、こう、まあ、当時だとね、お小遣いで買えて、で、これプラス、キットプラス、ホイール変えて、缶スプレーで、ま、2000円ぐらい。で、ちょうどお小遣いで買えるみたいな頃の自分たちにとっては、自分ぐらいの世代、うん、まあ、自分ぐらいの世代って他の人が皆さんそうだとは思わないんですけど、でもやっぱり、その、富士見のさ、あの、3人ってね、そういった意味では結構思い入れのあるキットではあるんですよね。だから自分の場合だとタミヤの3人買ったけど、まあまともに組めなくて、っていう経験があり、で、青島の3人がね、ちょこっとだけ富士見より高かったんですよね。S パッケージとか、その辺もあったりはしたけど、だけど、やっぱりね、峠シリーズの箱絵がね、やっぱりね、あれがかっこいいんだよね。で、買ってくんで、まあまともに、まあそれもまともに組めなかったりしたんですけど、でもやっぱり富士見の3人っていうのはそういった意味ではね、うん、自分の中では結構思い入れのあるキットですね。グループ A も当時、長谷川の強積 GTR、あれ組んだ時にも話しましたけども、グループ A で初めて組んだのが、グループ A で、3人のグループ A で初めて組んだのはあれなんですよ。だそういったこともあるから、富士見のね。もあるんですけど、うん、まあ再現度だったらやっぱりもう勝てないですよね。勝てないし、で、まあ金型の劣化もあるしっていうところはあります。だからこの辺はこの富士見の3人のグループ A に関しては 昔組んだよね、うん、こんな感じだったよね、あ、自分と同じようにね、ああこんなにバリ成長しちゃってるのねとか、そんな感じで楽しんだ方がいいかなっていうふうに思います。あとはもうとことん GT ラップ、今回もうミラーの交換までしませんでしたけど、ミラーも変えてあって、例えばこれを仕様を組むんならね、ミラーの部品を使ったり変えたりだとか、あとは長谷川の3人のグループへのパーツ持ってきて GT ラップするとか、そういった感じの楽しみ方がいいのかなっていうふうに思います。でも、ボディのプロポーションは自分はこれが一番いいかなっていうふうに思います。実写に近いって言ったらいいのかな。感じとしては、そのサイドの抑揚具合だとか、変に誇張しすぎてない、フェンダーだとか、
まあ、あの変に誇張しすぎてないって言い方はあれですけど、あの自分タミヤの3人は大好きなんで、そう、あのちょっと言い方はあれですけど、一番実写のプロポーションに近いのは不死身じゃないかなと自分の中では思ってます。例えばヘッドライトのインナーの形状がうーんとか、そういうのはありますよ。そういうのはあるんだけど、そういうのさっぴいてパッと見た時にと思うのは不死身の3人と自分の中では思っています。まあそんなことをいろいろ思いながら久しぶりに不死身の3人を組んでみました。というわけで今回は、不死身の BNR3 人スカイライン GTR グループ A でした。ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。